森さんちへようこそ。まあ、ただ2024年最初の戦いが始まった。タモチイカを当てんぞ当てんぞ当てるぞ当てるぞ。仲間を増やせ仲間を増やせ。ということで今日は何ですか。じゃじゃん、クッキーチャームコット3。ドラえもん漂うドラえもん感がすごいけど。今日はね、1月15日にはですね、うん、このクッキーチャームコット3が発売になりました。なりました。でですよ、でですよ、ラインナップですよ。ポンポン箱に書いてあるんですけれども、皆さん一番を見てください。タモーチーカーがいます。一言もタモーとは書いてないんだよ。チーカワなのよ。タモーチーカーがいます。今回ですね、全16種類で、うん、この16番目のこのお布団っていうのはね、こう書いたんですけど、レア。レア。なんか、なかなか、あれかな、入ってる率が低いのかな？そうなんだろうね。で、今回ですね、まあもちろんこのタモーチーカーは、絶対当てる。最低1個。理想は3個。理想は3個。はい。それ以外に私狙いとしては、キメラ、カニ2人、チーカーは8割。あとはこのレアのお布団かな、こっちか、うん、これを当てたいですけど、浅井ちゃん他にも何かいますか。やっぱカニ、ちいかわ八割のカニと、うん、お布団。そうだね、だね、そこですね、うん、で今回さ、この発売日の15日はさ、五穀寺のちいかわの御朱印帳行ってたのと長野店に行ってたのもあって、朝買いに行くのをすっかり忘れてたんですよ。忘れてた。前回のマグネッツの時とかは箱買いしたんだけど、今回一応これ箱はあるんですけど、これね、箱で買えてなくて、バラで買ったんだよね。うん。2箇所で7個6個。7個6個。合計13個買ってます。うん、まあ16種類あって13個あるんだから、カニちゃん、チーカはカニちゃん8割、タモタモタモ5個。まあ、あとだ、ね。すごい。うん。まあ、全然この5個だったら当てれるからね。うん、でもこれ、一箱で買ってたら被ってることはないだろうという予測のもとだけど。そうだね、マグネッツの時も、うん、おそらく順番に並んでたんだよね。うんうん、1番から。うん。で、逆に今回箱で買えてないから、2店舗で買ったので、うん、被ってる可能性は高まった。高まったね。ので、多毛が被る可能性も同じく高まっております。そうだね。はい。で、もう不思議だよね。これ16種類なのに、一箱が14個入りというね。確かに。不思議な入り数。15だったらまだね、レアのことを考えてわかるけど。確かに。不思議な入り数になっております。ということで、2024年最初のタモチーカーの戦いを始めていきたいと思います。いざ。参る、はい、じゃあちょっと開けていこうかね。はい。じゃあ、開けますのでどうぞ。はい。1個目タモ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 を、いきます、1個目、せーの、じゃ、はい、おっ、おっ、おっ、タモやん、ちょ、あ、来たぞ、来たぞ、勝利したじゃん、もう、あ、もうこれで戦いは終わったもん、当然、来たー、すごい、ごめん、私、1個目、開けたやつ、タモのやつ、私だった、来たー、すごい、よっしゃ持ってる俺持ってる2024年幸先いいぞいいぞいいぞ髪の毛がすごい乱れまくっちゃった乱れ髪乱れ髪2個目よしじゃあ行きます2個目せーのはいあ8割おーこれも欲しかったやつかわいい順番に並んでたか並んでいるのか可能性あるな今1番2番と出てるからねこれでウサギの3番が出たらかなり順番通りな感じでございますよね。うん。じゃあ行きますよ。3つ目。せーの。はい。おお。あ、順番だ。やっぱ基本順番で入ってるな。かもしれない。どっちかのテンポで。1番からのを引いたんだ。そうだね。4個目。ってことはじゃあこれ4番か。いくよ。せーの。はい。モモンガ？モモンガ。あ、4番。4番だね。
え、ちょっとカニまでたどり着く、これたどり着かねえじゃん、9、10じゃん。あー、5個目。はい、5個目いきます、せーの、ほい。あ、カニ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 、飛んだ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 、何番、9番。え、ちょっと理想通りすぎて、5、6、7、8が来てないのか。あ、8からだったら完璧だったけど、うわー、でも、おおおおおすげえぞ。6個目ですね。6個目。え、この流れでいったらカニの8割が出る。6個目。6個目、6個目いきます、せーの、はい。うおー、すげー、すごー、引いてる、引いてる。じゃあ、あとは、あとはタモをダブらせるだけなんですか。タモをダブらせる、レア、あとレアだ、あとキメラ。そっか、キメラもそうだね。7個目いきます、せーの、はい。お、ウサギのカニですね。おお、いいね、いいね。順番どう、あれ、こっから順番か。お、こうこうこう出たんだもんね。うん、お、ウサちゃん間抜かれてたのか。抜かれてたか。8個目いきます、せーの、はい。キメラ、キメラ。あ、やべえ。あ、じゃあ 1,2,3,4,8,9,10,11 って出てる。あ、そうだね。え、欲しかったの、すごい。あともうレアの布団出したら、はい、完璧、完璧。あとはダブらせること。うん、9個目、せーの、はい。キメラかぶり、キメラがかぶった。もしかしたらここからまたカニゾーン。あ、そういうこともありえるのか。うん、っていうこともありえるよね。うん、10個目ですね。うん、いきます、10個目、せーの、はい。あ、やっぱカニだ。カニチーカワだ。あ、ってことはカニ8割来るか、次。そういうことになるのか。あ、そこここから被ってんのか。いきます、11個目、せーの、はい。あ、違う。シーサー。シーサー戻った。読めなくなった。読めなくなった。まあね、こう、お店でもね、取って戻してってしてる可能性があるからね。そうだね。前に買った人がね。残り2個ですって。これ2個です。です。です。どうした？です。どうした？ラスト2。何が出る？いきます。サモか。お布団か。せーの。えい。え？あ、びっくりした。お風呂だ。お風呂。ってことは次レア来るかな。16番。お風呂が15番だもんね。うん、でレアが16番なんですよ。うん、でラスト1個でしょ、うん、おい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 、めちゃめちゃ展開考えてくれてるやんけ。ラストにしてレアが出るのか。これレア出たらみんな絶対高評価をしてください。強要したらダメだ。よし、ラスト神回になるか。ドゥックンドゥックンドゥックン、あとで出るよ。13個目、ラスト、レア出てこい、いきます、せーの、おい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。自分嬉しいですよ。レア出るかと思った。絶対レアだと思った。今絶対レア出るとも流れ来てると思ってたら、なんか途中さ流れがあるのに急にポンって戻ったりして。そうだね、予想外のものが出たり。うん、でもすごいんじゃない。そうだね、狙いはレア以外は全部出たね。出た。タモちゃんにカニ、うん、あとキメラ。うん。かぶったのがこの3つだね。うん。カニちゃん、カニの。カニウサギ、カニチーカはキメラ。キメラ。うん。この3つはかぶりました。十分ですよ。うん。それ以外は。十分ですよ。よかったですね。バラバラのお店で買った割には綺麗に、うん、そうだね、うん、最悪なんか半分ぐらいダブってもおかしくないからね、うんうん、カニが出た時には俺ちょっとやっぱりここからかぶり、そうな、流れが全部同じ流れもう一回来るかと思ったけど、思ったけど、あ、よかったね。え、よかった、タモがとりあえず1個出てよかったよ。よかった、よかった。保存用になりました。保存用になりました。まだ他にもね、ちょっと使う用、非常用が、あと2個集めなきゃいけませんが、まあまあまあ、でもとりあえず良かったわ。すごい。ということで、はい、2024年最初のタモチャレンジは見事勝利ということでよろしいですよね。良かった。しかも一発目に出すっていうね、良かったです。良かったね。良かったね。
よかったね。今回ですね、うん、チーカーのクッキーチャームコット3、13個、うん、開封の結果ですね。まあレア以外は狙いが出たということで素晴らしい結果となりました。はい、皆さんの結果はいかがでしたか。どうだったかな。かな。まあちょっとレアは出ませんでしたけども、よろしかったらグッドボタンをよろしくお願いいたします。あしてチャンネル登録もお願いいたします。では毛利さんちでした。またねー、バイバーイ。タモーリー。